僕鳥なんだ僕鳥なんだ和歌山静子作ピッピー僕が今どうして地面の上にいるのか話を聞いてくれる 僕は卵で生まれたんだ母さんと父さんが毎日毎日交代で温めてくれたの僕たちは卵を割って出てくるんだ母さんと父さんが食べ物を取ってきてくれて大きくなるんだ 食べ物は青虫、毛虫、ミミズもっといろいろあるよ巣の中はとってもふわふわしていてきれいなんだ母さんや父さんが糞を巣の外に捨ててくれるからだよ 僕たちは大きくなったら巣から出ていくんだ僕怖くてなかなか出られなかったでも思い切って僕飛んだんだだけど失敗して地面に落ちちゃった さっきから母さんの声が聞こえるようなんだだから君は少し離れたあの木の下でそーっと見ていてね僕なら大丈夫だからキーキーキキぴキキぴぴぴ ピ「キッキ,キーキッキッピー」「キッキ,キーピッピッピー」「ピッピッピ,ッピ,ッピー」「あお母さん探しに来てくれたんだね」ピーちょ「ピーチョピーチョピーチョ」「そうよやっと見つけたわ」 ピチュ「ピチュピチュピチュ」「さあ飛ぶ練習よ」「お母さんをよく見て」ピッピッピッ「ピピピ飛べた飛べたよ」「虫も捕まえたよ」僕「僕青虫大好きなんだ」あ「ああの子にさよならしなきゃ」 さようなら僕、飛べるようになったよ。虫も取れるようになったよ。僕の話を聞いてくれてありがとう。 おしまい。